皆さんこんにちは。今回は26歳女性カスタマーサポートの方からのご質問です。社会人4年目の26歳です。コールセンターでカスタマーサポートをしていますが、話術に自信がついたので営業的要素が強いインサイドセールスになりたいと思っています。1ヶ月で7社応募しましたが、書類選考すら通りませんでした。企業は書類選考でどのような部分を見ているのでしょうか、という質問です。貢献してくれるかどうか書類で判断するのは確かに難しい部分だと思います。ただ期待に応えられるかどうか、その方の経験の年数であるとか、何を経験してきたのか、所属部署や職業の変遷などから推測をしているというのが基本的な書類選考の流れになっています。職務内容から想像できるスキルや経験の記述がされていない可能性もありますので、自信を持っている話術というものがどのように活かせるかといった部分で具体的な記述をしてみるといいかもしれません。例えばですが、月間で20件ほど現場にトスアップができたなど、客観的な事実、数字として伝えていくのも一つの方法です。とても得意ですではなかなか伝わらない部分をどのように伝えていくか、お客様と会話をして課題を引き出すのが得意なので、サービスの改善や提案に生かしたいなど、企業側に活躍のイメージを持ってもらうことが大事です。そうすれば、書類選考の通過率というのは上げられると思います。頑張ってください。動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。